死んだオウムはテレビ番組、空飛ぶモンティパイソンの中の有名なスケッチである。空飛ぶモンティパイソン第1シリーズ第8は、正面ストリップで放送された。ペットショップを舞台にしたこのスケッチでは、店が売った、ノルウェーブルーのオウムが死んでいる、と苦情を申し立てる客、プラディーンと死んでなんかいないと気弁を続ける店員が、お互い様々な語句を並べ立てて、バカバカしい推し問答を続ける。 スケッチはパイソンズの名作スケッチとして映画やライブでたびたび再演されている。店員が客にオウムを売るが、オウムは死んでおり、客はそれについて苦情を言いに店へ再び訪れる。しかし店員はオウムは休んでいるだけだと言い張る。フィオルドが恋しいのかも、羽が綺麗、ホームシックなどと決めを浪する店員にイライラし始めた客は、 死んでいることを証明するため、オウムを起こそうとするが、もちろん反応はない。その後畳みかけるように、このオウムは死んでいるということを、英語の様々な表現で以下のように主張する。ホームシックなんかじゃない。お亡くなりになったんだ。このオウムは、この世を去ったの。ほど切れてしまった。息を引き取り、神のおもとに行かれた。これは、コウオウム。死体。命尽きて。 永遠の眠りについている。釘付けされてなきゃ、今頃は、ひなぎくいっぱいのお墓の下でお人形してたはずなんだ。オウムは、その生涯に幕を閉じ、昇天なされたの。これは、元オウム。という部分はアホらしさで有名。ついに答えに急した店員は、ボルトンにある彼の兄弟が経営している、ペットショップに行けばそのオウムを交換するといい、客は、ボルトンへ向かう。 しかし兄弟が経営するペットショップなどなく、彼が行き着いたのはボルトンにある最初の店である。客は自分が先ほどオウムと共に持ち運んできたカゴを見つけて、不審に思い、店員にここはボルトンかと尋ねる。げをつけて変装した店員はここはイプスウィッチだという。そう言われては仕方なく、客はボルトン駅のお客様係に苦情を申し立てるが、 その係はここは、ボルトンだという。すべてを察した客は、ボルトンにある同ペットショップに再び乗り込んで、ここはボルトンじゃないかと問う。袋工事に追い込まれた店員はとっさに、さっきタイプスウィッチはダジャレだという。パンと聞き返された店員は、あの、言葉を逆さまに読む、と慌てふためき、客は、それはダジャレではなく、怪文だろうと言い、また、ボルトンの怪文は、 イプスウィッチではなく、ノトロブだと指摘する。そこで、軍人の紛争をしたグレアムチャップマンも登場してきて、これは、だんだん馬鹿げてきているようなと言い,い、締めくくられ、次のスケッチにリンクする。また、この後に、ボルトンを舞台にしたスケッチ、正面ストリップが登場するが、そこで司会者に、ノトロブと言い間違えさせ、前のネタを引っ張っている。このスケッチは、 モンティパイソンの代表作の一つであり、クリーズとペーリンはテレビ番組上で、またレコードアルバム、ライブでもこのスケッチの多くのバージョンを演じている。このスケッチはペーリンが故障した自動車を販売会社に持って行って苦情を言った際、自動車ディーラーが壊れてません。大丈夫ですと一向に故障を認めなかったという実話が元になっており、原型作品。 中古車ディーラーはパイソン以前にクリーズとペーリンが参加していた番組、How to i r i t a t e People の一スケッチとして放送された。クリーズによれば、ペーリンから聞いた話を元に壊れたトースターを売りつける電気店のスケッチを書いて、チャップマンに読み聞かせたところ、突拍子もないアイデアを出すことが得意だった。彼がトースターじゃやっぱり面白くないと思う。 死んだペットを売りつけるペット屋なんかどうだと言い出したことでこの形になったという。全く同じペットショップでの別のスケッチも第1シリーズ第10話で制作されている。そのスケッチでは猫を飼おうと思ったが、猫はあいにくなく代わりに金魚を勧めるというもの。また、死んだオームスケッチで客だったプラリーン氏は他にも干渉魚の免許や、 チーズショップといったスケッチにも登場する。ライブでも定番として演じられたが、その場合ボルトンへ行く下りはカットされる。ライブアットドリュリーレーンでは、オリジナル版では代わりにナメクジを買いませんかとの店主の問いに、プラリーン氏がナメクジは喋らないから取り替えにならないと断る部分を、店主がこのナメクジは喋ることを明かすことで、プラリーン氏がナメクジを買う。 というのがオチになっている。その後のライブでは、基本的に、第1シリーズ第13話の、ロッティンリンの警官ナンパ作戦の、僕の家に来ませんかというセリフが引用されている。パイソン以後のライブでも演じる機会が多いスケッチであり、それぞれのバージョンに微妙な違いが存在する。また、セルフパロディとして、舞台、ザ・シークレット・ポリスマン、エスビック・エスト・ボールでは、 こんなスケッチも披露している。クリーズが死んだオームを持って、ペットショップへ向かう。店員は同じくペーリン。クリーズ、さっき買ったオームだけど、死んじゃったよ。マイケルはそれをしばらく眺めて、その、ようですねとあっさり認め、代金を返した。あまりにもあっさりした対応に、クリーズが一言、サッチャー政権のおかげでこうも変わるもんかと打ちをつけた。なお、 サッチャー自身も退陣後に自由民主党を死んだオウムと、例えて批判している。パイソンズ最後のライブ、モンティ・パイソン復活ライブ。では、直前のスケッチ、スパムから直接リンクされ、スケッチとしては、最後の演目となった。内容は、途中から、死んだオウムと同様に、クリーズとペーリンが演じた、チーズショップスケッチに移行する演出がなされていた。公演の最終日には、 クリーズがオウムが死んでいることを主張する長ゼリフの部分に、こいつはチャップマン医師に会いに行ったんだとの粋なセリフを追加しており、そのサイペイリンは頭上に向かって親指を立てた。1989年、ガンで亡くなったチャップマンの追悼式で、クリーズは次のようなこのスケッチをもじった聖徳文を読み上げた。グレアムはもういない。彼は存在するのをやめてしまった。 息を引き取った彼の創造主のもとへ会いに行ったんだなど。集まっていた人々には笑った人もいれば憤慨した人もいたようだが、クリーズは先の言葉に続けて、もし私がこのように哀悼の意の表明をしなかったら、グレアムは私を許さないだろうと言っている。先に述べたように、このスケッチはもともとチャップマンのアイディアで生まれたということを考えれば、 クリーズの言い分は単なる正当化というより、友人への敬意が込められていると考えた方が良いのかもしれない。スケッチ中で、ボルトンの解文として出た、ノートラブは、一部の日本語訳では、ノトルブではなく、ントルボと訳された時があった。前者は、言語の発音通りだが、後者は、大元の単語に対応する日本語で、解文を行った。ある意味では、医訳といえよう。 1> 第1シリーズ第13話に、ノトロブという名の人物が登場する。後年アメリカで制作、放送された、総集編とも言うべき番組、ザ・ベスト・オブ・モンティ・パイソンの現代は、パロット・スケッチ・ノット・インクルーデット。つまりこれだけ、人気のあるスケッチにもかかわらず、あえて入れてやらなかったぞ、というパイソンズ魂を如実に表していると言える。この番組において、 生前の動くグレアムチャップマンをほんの数秒だけ見ることができる。ありがとうございます。